これは多機能エレキーです。マルチパーパスエレキーと言います。でこれが電源スイッチ、これがエレキーのスピード調整から、これがモニターの音量調整から、これがですね、下にこのスイッチを下にやっとくと通常のエレキーから、このスイッチを上にやることによって、ストレートキーだとか往復電源を使うことができます。それからもう一つ機能として、バグキーと同じ操作をですね、普通の往復電源やこのパドルを使ってやることもできます。それからこれがモニターの音の高低等の調整、これがこのスイッチが送信機へつなぐための出力スイッチ、出力端子ですね。からこのジャックが往復電源やストレートキーのためのジャックで、これが、エレキー用のパドルのジャックですね。でこれが、外部電源の端子です。で電源は乾電池炭酸3個使って 4.5V で動作しますけども、この外部電源を抜くと自動的に電源が乾電池の回路になります。差し込むことによって乾電池の回路が切れて外部電源を使うことができます。これがスピーカーですね。でここに1000元波の発信回路がありますけども、このエレキーの特徴はモニターの音が1000元波のきれいな音で出てくるということですね。ちょっとやってみましょうか。ですから自分の好みに合った音でですね、きれいな1000元波で、例えば CW の練習なんかもできるということですね。からここに白い素子でフォトカップラーがありますけども、これは耐圧が 300V です。したがってこの出力を使いますと、送信機の深い負のバイアスなども制御することができます。で送信機によってはプラスマイナスが逆に出てくる場合もありますけども、その場合はこの陸運端子を使って入れ替えることによってどっちでも対応することができるということです。ではちょっと打ってみますね。まずエレキを打ってます。これがスピード調整です。からこのテストというスイッチを押すとテストという信号が出ます。からこのライトのスイッチを押してから、パドルを使ってメッセージを打ち込みますとメッセージを書き込むことができます。でこのリードスイッチを押すことによって、書き込んであるメッセージを読み出すことができます。ちょっとやってみます。で調整速度はこれで変えることができます。どれかキーを押しますと止まります。それからこのエレキーの特徴は往復電源の場合は粘った符号になりますけども、その粘りのある符号を自動的にですね、あたかもエレキーで打ってるかのような綺麗な音に変更することができる、修正することができるということですね。通常のエレキーはこういう感じになります。こちら、でこう粘った感じの方法ですけども、まだこれいい方なんですけどね、打ち方によってはかなり粘ります。もうちょっと粘る感じ打ってみましょうかね。で粘りを修正してみます。
私はまだ往復電気があんまりよく慣れてないんでうまくいきませんけども、もう一回粘りのある通常の往復電気ですね。粘りを取っています。このように綺麗な音になるわけですね。これが多機能エレキ、マルチパーパスエレキの紹介です。